残ったカードは好きな順番でデッキの上に戻す。ブレイブか。ターンエンド。バローネとのバトルを見ていたはず。ああ。それでもなお俺にバトルを挑むとは愚かな。メインステップ、ネクサス。闇の聖剣をレベル2で配置。紫のネクサス、闇の聖剣、レベル2の効果。ブレイブした相手のスピリット全ては披露する。これはブレイブ使い馬神ランに対する明らかな牽制である。さらにマジック、ハンドリバースを使用。足りないコアはディオマンティスから2個、デモボーンから1個使用する。自分の手札全てを破棄。その後相手の手札と同じ数になるようデッキからカードをドローする。来たのか。ブレイブするがいい。このブレイブキラー即座に叩きのめして。アタックステップ受け、ディオマンティス。ライフで受ける。もうやめてくれ。ターン。俺はアントファンを守る。ドローステップ。メインステップ、ブレイドラをレベル1にダウン。来るのか。駆け上がれ。神の名を持つ赤き竜、太陽神竜ライジングアポロドラゴンを召喚。まだだ。アタックステップ行け、ライジングアポロドラゴン。ライジングアポロドラゴンのアタック時効果によりディオマンティスをシェアアタック。続けてモルゲザウルスでアタック。デモボーンブロックせよ。ターンエンド。第8ターン、リュックはデモボーン、墨汁ガシャベルスをそれぞれレベル2で召喚。さらにアシタルをレベル2にアップした。アタックステップ、墨汁ガシャベルス、お前の力を見せてやる。ブレイドラ頼む。デモボーン続け。ライフで受ける。うわっ。ターンエンド。俺は負けられない。メインステップ、太陽神竜ライジングアポロドラゴンをレベル3にアップ。極星剣気ポーラキャリバーを召喚。白のブレイブ。しかし極星剣気ポーラキャリバー、太陽神竜ライジングアポロドラゴンにブレイブ。6ターン目でデュックが配置したネクサス闇の聖剣の効果により、ダンのブレイブスピリットは疲労状態となってしまう。せっかくのブレイブ、アタックできないとは。モルゲザウルスをレベル2にアップ。次をしのげば。ターンエンド。メインステップ、アシタル、墨汁ガシャベルス、闇の聖剣をレベル1にダウン。出よう破壊の神、熱心聖竜ダークブルムノバ、レベル3で召喚。
ダークブルームノーバ、アタックステップ。ジュガサベルス、行け。モルゲザウルスでブロックする。エモボーン、攻撃せよ。ギガバギ、頼むぞ。フラッシュタイミング、マジックブーストを使用。ブレイブスピリットを疲労状態から回復。さらに BP を2000アップさせる。エモボーンレベル2、受撃の効果発動。地獄を見るがいい。ブレイブキラー熱心清流ダークブルームノバ、行け。ダークブルームノバのアタック時効果によりお前のブレイブスピリットを指定アタックする。ブレイブスピリットでブロック。フラッシュタイミング、マジックラピッドウィンドウを使用。不足するコアはアシタルから用いる。系統清流を指定。でダークブルームノバは回復。さらにダークブルームノバレベル3の効果、ブレイブスピリットとのバトルにより BP プラス1万。ダークブルームノバの BP は23000、ブレイブスピリットは19000。 BP 勝負ではバシンダンはかなわない。どうだブレイブ使い、お前もブレイブキラーの餌食になれ。ファン行け。ダークブルームノバレベル3の効果によりオーラキャリバーごと破壊。バローネ、叶わなかったよ。ブレイブキラー、ダークブルームノバ、全てを破壊せよ。だがライフで受ける。ダークブルームノバはダブルシン、ライフをきたすもの。俺はこのバトルを決して忘れない。天活神器スコルスピア、巨海武神キャンサード、宝米神器アクアエリシオン、3枚も揃えていたのか。よくやった。ジェレイド、すぐに出発する。分かった。お前は残りの9枚を探せ。この子たちだけでも解放してくれ。12級 X レアが必要なんだろ。捨ておけ。バシンダンを放り出せ。ではその者たちを連れ出す役目を私にお申し付けください。任せよ。その子供たちも一緒に連れて行け。はっ。フローラ、手を貸してやれ。かしこまりました、ご主人様。通信入った。繋いでくれ。オッケー。ブガイン、バシンダン保護しました。ダンは無事だ。よかった。これより私は領地に戻ります。ユージ、だったら僕たちもルガインの領地に向かうぞ。了解。白のブレイブ極性剣器オーラキャリバーはブロック時に BP を比べ相手のスピリットだけを破壊したとき、相手のスピリット、ブレイブ、ネクサス、どれか一つを手札に戻すことができる。
体はしょうがない。夏も秋も冬も春もそれは熱い扉でもしょうがない。アンサー感じて伝えろ、アンサー饒舌なホテル。そりゃ魂と魂の強いエッパシーは胸汗かいたんだったらもっと爪を立てて。言葉など傷だらけ、愛されたオーショーデュック、本当にもうルガインの言葉は届かないのか。俺にとって魔族は仇だ。でも苦しんでるルガインを見て俺の心が揺らぐ。ダンが倒れた今俺にできることは何だ。俺もカードバトラーだ。デュックが襲ってきたら俺が行く。あのバトルフィールドに立つ。次回バトルスピリッツブレイブ、ブレイブキラー、極小のネクサス、闇の聖剣、決めろブレイブアタック。